1976年の京国駅と周囲約750メートル範囲。左上がくっちゃん方面。右下の上は廃線となって軌道跡が残る支線の脇方方面。右下の下が本線の伊達門別方面。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成京国駅は 北海道阿部田郡京国町あざ京国にかつて存在した日本国有鉄道イブリ線の駅である。電報略号はケフ。イブリ線の廃止に伴い、1986年11月1日に廃駅となった。1980年9月まで運行されていた急行イブリの停車駅であった。廃止時点で短式ホーム一面。 島式ホーム一面と三線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは駅舎側ホーム中央部分と対向ホーム南東側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側ホームが下りの一番線、島式ホーム駅舎側が上りの二番線、外側が三番線時点では側線扱いとなっていた。その他、 一番線のくっちゃん方から分岐し、駅舎横までの行き止まりの側線を一線有していた。1970年までは、脇方駅に至る支線の接続駅で、支線は駅の南方で分岐していた。業務委託駅となっており、駅舎は校内の南西側に位置し、短式ホームに接していた。1895年12月、旧丸亀藩主下の京国高徳死者区によって、 京国農場がこの地に開かれ、この農場を中心に周辺に、たくさんの開拓農場が開かれて徐々に発展してきたため、1903年に北海道庁が新市街地として、京国農場の一部変換を求め、通称東屈山市街地が形成された。1910年に屈山村からの分村の際にこの市街地名を冠して東屈山村となったが、行政的には、 市街地や当駅付近は字は片サップであった。一方、当駅は地名とは全く無関係に本村の先駆者である京国施設の名前をとって京国駅となったが、このために一部の村民から村長と京国農場管理人の専鋒であるとの強烈な反対運動が起こっている。後に東屈山駅が開設されるとその駅が村の中心地と誤解して、 当駅で乗り換えて向かう人が多くなったと、混乱を起きたしていたため、1940年になって、村名を、京国村と改正した。市街地の外れの、元佐ヌ丸亀藩主か京国社区家の農場内に一致した。2001年時点では、当駅の跡地は、農協の貯蔵施設の敷地となっており、2010年時点でも同様であった。 また2001年時点では当駅跡からくっちゃん方に行ったところにトンネルの石積みの高校がコンクリートで封鎖されながらも残存しており2010年時点2011年時点でも同様であったこのトンネルの名はガルガワ水道であったありがとうございます